のいやもっと怖いやつあるよ。でもこれほんま言われへんからね。そうですよね。もうなんかこれ打ったらもうあかんやつやから、このなんかなんやろな、まあまあまあざわつくな、ざわつくじゃあかんな。そうですよね。なんかやばいわ多分はい、芸能界のことをぶった切ってしまうことになってしまうから、まあ、いらぬ誤解が発生する、いらぬ誤解が発生するから、これはだから難しいねんな、言える範囲が難しいな。だから言えそうな範囲で一個だけ聞いてもいいですか。何系よ、何系か教えて。芸能界の何かでもいいですか。芸能界、はい、言えそうなやつがないな。あ、じゃあ俺がまああかんなこれ聞きたいけどな、すげえ聞きたい。芸能界で怖いやばかったやつやろ、まあ、喧嘩伝説とか。はいはい。芸人で一番喧嘩強いの誰なんやろな、誰やと思う。なんか僕ら後輩は瀬下さんとか、うん、ああまあまあまあリアルに強いやろな、まあ、サタとかとか、はい、あと宮迫さんとか。ああまあもう腕っぷしが強いっていうのはあるよねとは思ってます、勝手にですけど。まあまあ腕っぷし強いっていうとは、まあ文田とかでもあるやろな、囲碁将棋の。あと、ラッコン重岡さんとか。ああ、まあ、もともとそっちやからな。そうなんです、本物じゃないですか。おう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 、強いかなって勝手に思ってます。まあでも、ほんまになんか、やばいっていう人は、俺、蛍原さんとか怖いもん。その意味の怖さ、喧嘩の怖さじゃなくて、はい、蛍原さんって俺、それこそ、なんかそういうパワーを持ってる人やと思うね。パワーっていうのはイフというか怖さがあるってことですか。怖さ、いや何かしらあの人が、俺あの人の言うことは絶対聞くね。なんかある日なんかね、東野ゴルフクラブとかってあって忘年会とかあったら、東野さんと俺と、天心木村と、大山秀夫さんと、はい、あと鍋やつさんとか集まってご飯食べたりしててんけど、はい、なんか最後にまあ蛍原さんから、はい、まあ、教祖からお言葉をいただくみたいな毎回あったのよ、はい、それが毎回なんか当たるねん。いやこれ持ってたらまだええ時間。はい全然もちろん。カッパを見んねん蛍原さんは。これはこれ言おうか、これすごいねん。あこれ言うわ、これお前言うてあげるわ。カッパこれが俺原西さんと蛍原さんと、花丸大吉さんの花丸さんと3人でゴルフしてたの、はい、よく行くねん。で宮崎でゴルフしてたのな、蛍原さん俺原西さん花丸さん、はい、ほんならバーンって言ったら蛍原さんが池ポチャやってん、見えてん池にポチャーンって、はい、あー 池ですね、ワンピランですねって言いながらパパパーって言ったら池の横にボールがバーンってあったのよ、はい、蛍原さんの。俺ははっきり見たのよ池ポチャ、はい、行ったら横にあったんよボールが。ほんなら蛍原さんがあーカッパやって言うてよ、はいな、はい、ではってなった。ほんなら花丸さんとかあまたっすかって、もうこんなテンションやん、え、あまたっすかって言うね。でもそんなメンバーじゃない、そんなボケるメンバーじゃないね、わかる。蛍原さんとか花丸さんとかプライベートで俺に対してそんなことでボケてく人たちじゃないのよ。なんかすごい大人やから。なんでやねん街ではないってことですね。そんなすごいもう大人の感じの振る舞いの紳士の人たちやから、そんなボケじゃないわけよ。はい。あ、カッパやって蛍原さん言って、あ、またっすかって言って、え、何言ってんねんと思いながらも、はい、でも俺は何言ってんねんっていう人たちでもないねん。そうですよ、まあ先輩ですもんね。先輩やし、はい、そんな雰囲気の前から、あ、またカッパか、言うて打ったのよ。ずっとで引っかかってんの、カッパなんやとかな、はい、ほんで、はい、それが終わってご飯食べに行ったらみんなで、その時カジとか、はい、東野さんとかみんな合流して天心木村とかおって、個室でご飯食べたのよ、はい、なら個室やけど上だけちょっと空いてんね、この枠が。個室やけどバーンって閉まるけど上だけこうスーッと空いてる部屋、はい、ご飯食べてたらポーンって細川さんのとこにポーンってコルクみたいなのが飛んできた。隙間からパーンって、はい、みんな見えてコルクがポーンって、え、なんやこれってなって、え、なんやこれって、え、だからカジが一番後輩やから、はい、その扉をバーンって開けて、おいって、まあお客さんおったから、はいはい、怒ったわけよ、後輩やし、はい、誰ですかって
コルク投げたの。この誰ですか、このやめてください。まあ、はい、俺らはまあ芸人来てるの分かってるし、はい、まあ明らかにこの上から飛んできたから、すいません誰ですか、なんでこんなことするんですか、誰ですかって。まあ家事も結構正義感強いから、はいはい、ま、家族やねん、2テーブル子供がおって、明らかに俺らはもういやこの人たちじゃないやろなみたいな。あ、まあ、やったとしても子供がやるとか、いやでも家事もいや誰ですかこんなことやめてくださいねって言いながら、俺らも顔もあるし、はい、もうええ家事ええやんええやん、はいはい、って言ってすいませんって言って、でも家事は結構いやちょダメでしょあんなこの許しちゃダメでしょって、誰か解明してダメでしょって終わったのよ。でもまあ何のこっちゃわからんままで、最後俺と蛍原さんでタクシー乗って宿に帰んのよ、はい、なで俺が乗って蛍原さん乗ってタクシーで帰ったら、あれ何だったんですかねって俺言ったら、あれジンナあれ俺言わんかってんけどな、カッパや。ちゃうお前お前あれカッパやねん。ええ、いやカッパのカッパがカッパの子供がついてきて、でもう真顔やねん、ちょこまずいカッパの子供やねんっていう、ね、はい、ついてきててって言われて、はい、え、あ、ほんますか、あでもボケてもないしボケる人しかいないしカッパやねんほんでその後俺が2人で銭湯入って、はい、いや何やったんすかねみたいな、いやでもなーってジンなーっておんねん、そうカッパ話だったの、 あれカッパって何なんすかって、いやジンカッパっておんねん、知らんとこでおんねん、俺も見るねんよく、だからお前が見てる人が人やとは思ったらあかんで、カッパな可能性があんねん。じゃあ隣のご家族がカッパだったってこと。いやそういう言い方はしてなかった、カッパの子供が、うん、でもそうかもしれんな、カッパの子供が俺らには見えへんけどカッパの子供が来てたって蛍原さんに見えたかもしれん、はあ、でもカッパっておるねん、だから人やと思ってるのがカッパかもしれへんで、ほんまこんなテンション、はあ、だからイケポちゃんもカッパやねん、はあ、って言って最後なお風呂上がって洗いざらいの髪でね、はい、濡れたままの髪で、はいはいはい、俺たちはエレベーターに乗り込んだ時に女子高生みたいな女の子が乗っててパッと見て、うわーうわホトちゃんカッパみたいって言われてっていう話。いやいや、だから結局ホトラさんがカッパやった。だからカッパだからカッパが見えるみたいなこと。いやかもわからんこれは。いやこれはもう不思議な話。ちょごめんなさい、最初に言ってた、うん、そのカッパが見えるからありがたい言葉くれるみたいなっていうのは何なんですか。いやだから結果その日からカッパが見える蛍原さんに、はい、で俺だから分け目変えろって言われたことあるね蛍原さんに。だ俺分け目変えてん一時、はい、だから多分知らないやろうけど、はい、ジンはな、うん、分け目変えたらってほんまこんな言い方すんねん。例えばジンはな自転車買ってとか、はあ、俺ほんま買いに行ったもん。そうすると運気が上がる。それは分からんけど、その年別に何もなく順調にお仕事ももらえてるし、で怪我もなく。それは蛍原さんはカッパからインスピレーションを受けてポロッと言ってる。いやそう、そこはカッパは出してけえへんけど、カッパなんかもだからカッパやと思うんだから、あの人は。いやそう思うとおかしい。だから宮迫さんがいなくなって、はい、やっぱ蛍原さん、はい、アメトーク俺なくなると思ったのよ。あ、まあそれはみんな思いましたね。いや、はい、今でもやってるやん、はい、アメトークを。なんでやってるかって言ったらカッパやから。これはマジで違います。いやカッパや。いやまあもうこれもっと蛍原伝説言ってあげたかったな。蛍原伝説すごいね。まあお前でルーレット、はい、カジノ、はいはい、って見てて次2って言ったら2くんねん。これはほんまやねん。これはな、だからもう俺らじゃないと、これは俺は一緒にカッパを一緒に1日カッパと過ごしたから、はい、そのカッパを見てるから俺は信じれる。だから俺とカジノしたら勝てるでって言うもん。いやちょっとにわかに信じらんないですけど。だからこれはちょっとお前蛍原さんとやりや。ちょっともんと無理を承知でマネージャーに言っています。ちょっとなんとか蛍原さんにカッパの件で話が聞きたいんですけど、ね、そうね、俺でこの話をすっごいテレビいろんなとこでやったけど、やっぱり全部カットされてるから。いやですよね。初めてよかったこれで配信。聞いたことなかったそれ。あ、そうやろ。でこれ聞いたとで何やねんという話やな。難しいですね。心霊でもないし。何言ってんねんって言うてる話。
でもこれ良かったお前のチャンネルで見て。いやめちゃくちゃ面白かった、うん、ありがとうございます。お前のとこでなんとか処理してくれ。成仏させられました、はい、本当に。いや本当ネタ人さんにも何度も出させてもらって本当ありがとうございます、うん、本当にあのなんとかね、うん、デニスさんに純潔言ってもらって、まあね、この関係性が継続できることを願っています。でそうでなかったら、うん、ちょっと金ちゃん伝いにまた、うん、そうねお願いしてもいいですか。わかりました、めくる伝いで、はい、めくる伝いで、はい、はい、何回でもめくらせるんでお願いします。ということで陣内さん今日ありがとうございました。ありがとうございました。